私にしてはつまらずに話せたのだから大成功だわ。白羽さん、もう片付けが済んだの？荷物の整理が済んだらダイニングルームへ集まるよう言われているのだから、手早く済ませた方がいいわ。そうね。禁止だって規則に書かれていたでしょ。そうだったっけ。どうしたの？何か困ったことがあるなら言ってね。これから共同生活をする仲間なんだから。アミティエなんだから気兼ねなく話してほしいわ。そうだわ、これから一緒に生活するのだから、これくらいで照れていてはダメよね。共同生活なんだから着替えとかだって。お着替え？ダイニングホールに集まってみんなでお食事だって言われていたけど、お食事の前に着替えるの？いえ。おや、ノックをして入った方が良かったかな。それはそうでしょう。共同生活なのよ。親しき仲にも礼儀ありでしょ。そういうまともな返しをするなんて、委員長はなかなかに肝が据わっているんだね。隔絶された女の園だよ。噂されるような状況は作らない方がいいな。何を言って。やっと気づいたようだね。旗から見れば下着を握りしめて白羽さんに迫っているみたいだよ。違う、私は何か白羽さんが困っているようだったから。本当かい？同室の相手が変わった趣味の持ち主だなんて、少し面白そうだと思ったんだけどね。何を言っているのよ、もう。冗談だよ。ま
あ、女同士だからってあんまり大っぴらにしない方がいいってことさ。早く荷物の整理をした方がいいわ。もうすぐ食事よ。階段の突き当たりでばったり佐々木、あれは姉かな、彼女と会ったのさ。随分と話好きでなかなか解放してくれなかったんだよ。そう。早く整理した方がいい？いえ、それよりも。急かしてるのよ。遅れたら連帯責任だわ。ベッドを。ああ、遅れた私が悪いんだから、ベッドは真ん中でいいよ。下は院長が取ったようだしね。私だけ小公女みたいな生活をしろっていうのかい？屋根裏部屋？このドミトリーってあったかしら？冗談だよ。じゃあ、もしかして白羽さん、高坂さんが何かしたの？違うの。あの、変な質問かもしれないけど、高坂さんもこの部屋で共同生活をするの？話を聞いてなかったみたいだね。話？あのね、白羽さん、何か思い違いをしているようだけど、アミティエは三人一組なのよ。選考で名前が呼ばれてから最後、今年から二人組のアミティエよりも三人組でのアミティエの方がコミュニティ能力が上がるだろうからそうなったって話したじゃないか。報道で選考委員の方からリッカさんの名前が出たとき、
そう。緊張から聞き逃してしまったのね、きっと。それか、よほど花菱さんの名前が出て喜んだから、私の名前は耳に入らなかったとか。ちょっ！黙ったままなんて本当に図星だったのかな。あのね、白羽さんは落ち着いた大人の女性なんです。呆れているのよ。いきなり笑っているのよ。いや、まさか瓢箪から駒だと思ってさ。初日から飛ばすね、白羽さん。私が彼女を連想し思い出すのは王女という単語。取り返しがつかなくなるほどにスポイルされた美しい王女。確かな子を持ち、相手の心を傷つけることに躊躇はない。絶対的な命により処刑されてゆく彼女らを見ても、精神的虐殺を行う振る舞いを見ても、私は王女こそが処刑台を心待ちにしているように思えた。これはこれからの物語。
よ。朝から元気だな。頭に響くからもう少し小さい声で挨拶してくれよ。昨日の話の続きがしたいんだよ。消灯の時間が来ちゃって途中で終わっちゃったし。だけど、やっぱり最後に決めたやつの方がいいかな。ああ、グラディエーターね。ブーツタイプじゃなければいいんじゃないかな。春先にはいいと思うし。剣闘士？ブーツだとか言ってたよ。
ちぼねもみんなも朝から元気だね。若いっていうのはいいものだ。羨ましいよ。そうだね。聖書の時間での話なんだけれど、りっちゃんに返しとくんだった。寂しい。